欧州漢字原生の皆さん、こんにちは。作文のポイントをお話します。今回のテーマね、文末表現を統一するこういったものについてお話しします。みんなはもう一番初めに作文の授業、文系の授業で習うと思うんだけど、文末を統一するっていうのが作文の約束だよね。なんとかです、なんとかます、今日運動会があります、そう思いました、こういう形態表現、もしくはなんとかだ、なんとかである、これ状態って言いますよね、どちらかに統一するというのがお約束だけど、みんなはやっぱね、圧倒的にこっち使ってる人が多いと思うの、思います。学校の作文もそうだと思います。です、ます、今日運動会がありました、ドキドキしました、そんな感じで書いてると思うね。だけど欧州漢の作文というのは説明文の方です。なのでどちらかといえば、どっちかで点数が下がるということはないと思います。しかしだ、である系、状態の形で書く練習をしてください。こちらの方が無駄がなくすっきりとした文章を書けるようになります。全体のイメージも説明文の型に近くなります。しっかりとあなたの考えがまとめられるようになります。学校作文がデスマス調であるのなら、欧州漢の作文はだ、である体、状態、これね、初めはなかなか途中で混ざっちゃうんだよね。混合しちゃいます。なんとかだ、であるって書いても最後はなんとかと思いましたになっちゃう。だから慣れるまではかなり練習が必要になります。だけどこっちの形でしっかり書くことを練習すれば、論理的な文章が書けるようになります。小論文の形に近づきます。こっちの練習をする、状態で書く練習をする、これも欧州漢作文合格に近づく一つのやり方だと思います。皆さん頑張っていきましょう。